今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル。今日はナンバーパークスです。珍しいですね、なんか用事があったような気がします。で、便器っていうなんか、これ何、ジェラートか、ジェラート屋さんで来てたので、行ってまいりました。ジェラート美味しいですよね。で、しかもここ超高級、なんかこういうクッキーとクッキー&チョコレートの、もともとお店みたいで、こういうのが本家なんでしょうけれども、一応店頭でジェラートが売っていると。ベンキさん、ベンキってすごい名前ですね。まあまあ、ほんでこの形もまあまあなんかベンキまあまあみたいな感じなのかちょっとわかんないですけど。で、グランデ、でっかいやつ、一番でっかいやつ言いました。で、グルメコーン、このプチプチってついてるやつで、チョコビア、ヘーゼルナッツ、ラズベリー、オータムエッセンス、4種類も乗せていただきましたよ。もうせっかくなんでね。高いですね。でもこれで1600円、まあするか、それぐらいは。4種類も入ってんやから、いやー、それでもすごいですね。これ量的にはそんなに言うほどないんですよね。で、この周りのなんかプレミアトッピングみたいな、その周りのこのプチプチだけで250円ぐらいするんやったかな。で、あの味はやっぱりうまいですね。なんていうんやろ、ハーゲンダッツとまた違う、こう鮮烈なこうベリーの味がしたり、鮮烈なナッツの味がしたり、だからなんか素材感がすごいんですよ。ほんで、チョコレートのやつうまかったんやな。あの、そうそうそう、いや、さすがチョコレートのやっぱり、店というかという感じですね。で、このコーンの端っこについてるやつもうまかったんですよ。あの、冷たいから多分、凍っているんですけれども、これがプチプチと、でこのベリーもちゃんとね、ちゃんとベリーの味がするんですよ。さすがですね、さすが高級ジェラート屋さん。いや、これはまた食べたいと思います。こんな感じですね。まあ普通にシングルで言うても918円、まあ味はいっぱいこんなにあります。期間限定のやつとかにしたんですけれどもね。いやー、でも美味しかったです。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけるとありがたいので、ポチッと押しておいてくださいませ。それではまた明日朝お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。いやー、ジェラートね、あの京都で言うと京都市場、ポント町をずっと下がっていったところにあるんですよね。なんちゅう名前やったか忘れましたけど、そこも非常に美味しいです。鴨川見ながら食べられるんで、また行きたいな。